どうも、ラムチンです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ、ついに出ました、ここ。真の海賊王無双ですね。一番難易度が高いクエストなんですけども、ここをやっていこうと思います。初見です。レベル30、相当難しいんだろうね。で、もちろん使うのは、ロジャーです。俺は死なねえで。それでは行きましょう。いきなり白ひげたちがいるのか。オッケーオッケー。でもザコも結構多いんで、よし、ゲージは溜めやすいね。俺のところまでやってきな。すごいし選んだ。これ闘技場と変わらんぐらいの敵の耐久力あるな。ちょっと待って、これゴリ押しじゃ無理だぞ。おいって、とてもじゃないけどこれゴリ押しじゃ無理だ。勝てん。いや、すげえ異常なぐらい強いぞ、敵が。なんてこったい。よし、行くぞ、カムサリー。オッケー、いけた。負けちまったか。ティーチがまだやけど。おら、うわー、なったらやってくれるぜ。オッケー、これ回復をたまに取りつついかないと。あ、これ完全にやられるわ。オッケー。でもこんだけ敵が多いんでゲージは速攻溜まる。本気を見せて、うん、ロジャーにはすごくやりやすい場所だな。OK、いいぞ。終わらせるか。あ、で覇王色の覇王旗を入れてきてる。これもうあれだな。あの闘技場と同じセットで来てて、あ、これ逆に良かったわ。どんどん、うん、あ、これゴリ押しでいけると思ったから、防御系を入れないでおこうと思ったのよね。いや、これ入れてきて良かった。これ絶対良かったわ。やべえ。じゃあ油断したか。一応起死回生の体と鉄壁とかを入れてんのよね。オッケー。うん、闘技場と同じくめっちゃ強い。あー、ちょっと待って、カイドウが、こっちのカイドウがいるんだ。ちょっと待って、ゲージ溜めさせて。ゲージ溜めて本気バーストしないと無理だわ。あぶね。本気を見せてやろう。どこいる。あぶね。俺が負けただと。オッケー。うん、もうゲージ貯めて必殺技をぶっ破していくしか。これちょっと海軍の目が黒いうちは好き放題させん。次来た。ガープ来るんだ。やべえ奴らがいる。ホビーもいる。いいね、いいね、いいね、いいね。ザコが結構いるんでぶっ飛ばしでダメージを結構入れていった方が良さそう。やばいぞ、こいつら暴れさせると。ちょっと嫌だな。ショレイ。オッケー。これね、覇気まとうやつじゃないと絶対きついぞ。覇気まとわないとロギア系が大暴れして、とてもじゃないけどちょっと戦えないと思うけどな。 OK、 いいぞ。でスキル構成も今の俺のこれで正解なのかが全然わかんない。ああ、まあまあまあ初見だから仕方ない。あとあとちょっとね改良しながらやっていきましょう。おー、ガープとコビーだ。ガープとコビーがいる。レイリーまで来た。レイリーまで出ちゃった。よし、
下手なチャージ攻撃入れると反撃もらってダメだ。おお、ちょっと待って、下に結構出てきてる。あなたの相手はこの僕です。ヒーロー入った。これ以上だ、死はいらん。ほら、そろそろ本気で。やばいやばい、ガープ暴れ出したらちょっと剣に応援かも。オッケー、撤退します。うん、倒したね。で次あそこか。あ、ちょっと待って、これ回っていったがいいんだ、こっちから。全滅だと。行きましょう。ちょっとゲージも試しつついかんとね。あ、全然溜まる、余裕で。ロジャー溜めやすいから。オッケー、そこか。おお、ちょっとおでんが来た。おでんがいる。マジか。ちょっととんでもないやつらがいるぞ、ここ。オッケー、やべえやべえ、ここやべえ。ここはちょっと待って、バギーがいるからちょっと安心してたけども、そのタイプたちか、お前らか。終わらせるか。オッケー、あとレディー、こいつは負けたね。でロジャー海賊、ロジャーが多分最後出てくるでしょ。ロジャーが喜びそうだ。オッケー、これは海賊王になる男。ああそうか、麦わら海賊団がまだいた。うっそ、ちょっと歌も出てきたぞ。え、どこだどこだどこだ、場所は。これ下から回った方がいいか。いやー、これヒーロー発動してる間に行きたかったけど、いや、ある程度倒しながら進んで向こうでちょ、ああダメだ。間に合わん、30秒じゃ間に合わん、30秒じゃ間に合わない。やっぱヒーローちょっと入っとかないとダメージがきつい。本気を見せた。下から来たのマジだったか。いや、いい。さあ、生きるか死ぬかの勝負だ。行くぞ、カムサリー。行くぞ、止められるもんなら止めてみろ。やばいぞ、終わらせるか。やばい、ゴリゴリ削られてる。めんどくさい、ローを倒したい。全て出し切ってやるさ。さい、オッケー。ちょっと待って、なんかアイテムないないか。あ、いや、あるある、若干だけども回復できる。どうにもならない。よし、待って、バーストしていきたい。ゾロ、本気を見せて。3体ぐらいいるぞ。手加減はしねえが、いや、できれば、うん、2、3体合わせていきたい。ヤマトもいるの。やば、いいし、コウズキおでんの剣に手加減はない。これね、サンジが意外ときついんだ。オッケー、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。悪魔のごとし。ロジャーのね、覇王色の覇気、これめちゃくちゃ強いんだよな。ロジャーだけ結構強い。で、星も2だから、他確か3だよね。ゲージも溜めやすいっていうので、ロジャーの覇王色の覇気は俺これありかなと思うんですけどね。黙ってられるか。OK。来たー、さよう。ラストロジャー。1体だけか。これ相当強いんかな。あ、違う。周りにいる、なんかいるぞ。
うわぁまさか好き放題やってくれたな。待て待て、今度こそ俺の原骨を食らわせてやる。ヒーローをしっかり入れて行く。待ってって、邪魔だ。まさかこれほどとは思っていなかった。やばい、私も全力で相手させてもらうぞ。やばいぞ、終わらせる。ダメージを受け出すと、とてもじゃないけど耐えれない。面白い戦いになりそうだ。生きててこその試合始めようか。よし、あとレイジだけ。これいけた、あまりこれいけたでしょ。戦いはできんな。ほら、誰一人倒産よ。なんて自由なやつだ。よし、海賊を無償の。いやこれね、あの防御系入れてないときついわ。いいぞ。はい、ということで、クリアタイム、10分1秒ですね。10分以内ではまあいけそうですけども、これ最速でどれぐらいでいけるんだろう。5、いや5分きついぞ。結構敵がバラバラに出てくるんで。はい、まあ、とりあえずクリアできました。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。